ミラーリング効果が同調圧力に変わるとき。皆さん、こんにちは。今回の世界じっくり機構は、ミラーリング効果について紹介していこうと思います。否定から入る人間。一時期、意見の違う者同士の方がお互いに論戦をして理解を深め合い、より固い結びつきを得られるという説が広がったことがありますが、これはとんでもない話です。それが本当なら、アメリカもロシアも中国も北朝鮮も、特に昔に大の仲良しになっているはずです。人間、自分の意見に異を唱える人よりは同調してくれる人の方が好きなのです。当然でしょう。明らかなごまする野郎は覗きますよ。話しかけた相手に、うん、わかるわかるとか、そりゃそうだよなと返してもらう方が話が気持ちよく続けられます。ところが世の中には、否定から入る人という種類の人間がいます。いや、それはですね、とか、じゃなくて、とか、あなたはそうおっしゃるけれど、などを枕言葉にしないと話が始められない人、ほら、あなたの周りにもいるでしょ、この手の面倒な人間が。これはどうしても譲れないというのなら、いくらでも反対すればよろしい。しかしこの種類の人間はそうじゃない。とりあえず否定なのです。後に続く言葉を聞いていれば、結局は同じことを言っているのに、ひとまず相手の意見を否定しないではいられないらしい。相手の意見に同意すると、負けとでも思っているらしい。マウンティングの一種ですかね。ミラーリング。以上を踏まえて本題、ミラーリング効果、ミラーリングエフェクトです。心理学の用語ですが、好感を持っている、あるいは好感を持ってほしいと思っている相手の仕草や物の言い方を意識的、無意識的に真似てしまうことを言います。同調行動、姿勢反響とも呼ばれます。類似性の法則といって、人間は自分と同じような感覚を持った人、同じようなペースで話せる人が好きなのですが、わざわざ何とかの法則と名付けてくれなくても経験的に分かっていることです。初対面でも5分も話せば、波長の合う人合わない人の判別はつきます。たまたま意見が一致しただけのことですが、人間はこれを自分を否定しない人、評価してくれる人、もっと言えば自分に逆らってこない人と都合よく解釈します。これを逆手にとって意識的に行うことで、自分を相手に売り込んだり、好意を持ってもらえるチャンスを増やしたりと活用できます。営業社員などはとっくにやっていることですが、相手が阪神ファンなら菅野や坂本の活躍は忘れて阪神選手のプレーを褒めます。このあたりまでなら人間関係をスムーズにこなすための普通の知恵ですので、何も問題はありません。同調行動。これまで述べてきた自分の売り込み行動をポジティブな同調行動と名付けましょう。これは良いのです。策略でも社会の潤滑油でも、自分の判断と自由意志でやっていることですから。ですが、ポジティブがあれば当然ネガティブな同調行動もあるのです。ポジティブな場合でも、自分の意見は抑えて相手の意見を通したり、相手の好みの服や食べ物を選んだりしますが、これはあくまで自分を売り込むための作戦、お芝居、主導権はこちらにあるので、ストレスは感じません。ところがネガティブになると、同調行動の動機が変わってきます。相手に悪く思われないため、相手の敵意をかわすため、周囲に波風を立てないため、自分だけが目立ったり非難を浴びたりしないため。ずいぶん消極的になりましたね。とりあえず目立たないようにして周りに合わせておけば安心です。会議の場でよく見かける風景ですが、では今年度の予定も前年通りに行います。息のある方はいらっしゃいますか？多少首をかしげるようなことがあっても、いいなーし、この程度なら処世術です。明らかに自分に不利益なこと、自分が誤解されるようなことがあるのなら別ですが、大抵はどちらでも良い問題です。
いちいち自分の意見を言い立てても疲れるだけなので、そんなことに自分の貴重な時間やエネルギーを割くわけにはいきません。 PTA の会合や町内会の総会で斬新な意見を言えば、じゃああなたはお願いしますとお鉢が回ってきます。スルーできるところは流しておけばいいのです。動機はネガティブですが、この段階ならまだそれほどのストレスは感じません。外からの圧力ではなく自分の意思で、まあ言いたいこともあるけれど黙っていよう、その方が得策だものと判断できたのですから。ただこれが同調圧力に変わりそうな時は気をつけてください。同調圧力とは、集団の意思と異なる個人の意見を許さないこと、また異を唱える個人そのものを許さないこと、集団に従うように有形無形の圧力を加えること、あなた一人が楽をするのは許せないと逃げ出せないように抑え込むこと。この場合、異分子の意見内容が正しいか間違っているかはほとんど問題になりません。集団に従わないことが糾弾されるのです。この行動は狭い範囲での日常生活を波風立てず穏やかに過ごしていくための知恵でもありました。この前は譲ってもらったから今度は私が譲りましょう、こんな相手ならいいのですが、常に相手に譲らせようとする人間も世の中には多いのです。その言い分は、この前は譲ったくせになぜ今度は譲らないのだ、そういう一貫性のないコロコロ態度が変わる人間は信用できない、まあ物はどうにでも言えるのだと思いますが、得てしてこのタイプの人間がその場を牛耳ったりします。やがて同調圧力へ。同調圧力に変わりそうな時と言いましたが、ネガティブな同調行動との差は紙一重というか本当に微妙なのです。気がつけば変わっていることが多いのです。大した損得もないからと関わりを避け主体的にスルーしていたつもりが、いつの間にか何も意見を言えない人間に認定されてしまうのです。圧力が働き始めたと気づいた段階で即刻距離を取ってください。言い訳やその時だけの都合ではなく、自分の意思としてはっきり断ってください。すでに相手は面倒だけれど無害な存在ではなく、あなたを取り込み従わせようとする存在に変化しています。多少の波風は覚悟してください。論語に曰く、君子は和して同せず、超人は同じて和せずとあります。これは自分の考えを持ち自立している人間は協調はしてもむやみに追随しないが、つまらない人間は他人の意見に流されやすく、自分の考えを持てず本当の意味で人と分かり合えることはないと言っているのです。社会全体が圧力をかけてくる。問題は社会全体が圧力をかける側に回った時です。一旦そうなってしまえば、個人でその流れに逆らうのはまず無理です。そうなる前に食い止めなければなりません。どうして戦争に反対しなかったのか、いつの間にか物が言えなくなっていたんだ、この愚かな問答だけは繰り返してはいけません。知らぬ間に強力な化け物に変身する同調圧力、気づいた時には遅かったとは二度と言わなくてもいいように。一見毒にも薬にもならないようなミラーリング効果でも、その根底に潜んでいるのは相手に気に入られたいとすり寄っていく心です。恋人同士ならまあほっといてもいいでしょう。しかし相手のすり寄る心を見抜いた時、人間は傲慢になります。悪意を持った人間であればたちまち自分の勢力拡大に利用します。多くの者がネガティブな同調行動を取り始めた時、そこにはすでに同調圧力の芽が芽生え始めています。終わりに、これまでも何度か心理学用語のお話をしてきました。心理学は数学や科学と違って説得力のある数字を示せるものではありません。
学者たちが被験者を集めて、こんな場合あんな状況を設定して実験を繰り返しても、結果に対しての解釈はどうとでも言える言葉でしか説明できません。言葉でこじつけることもできます。しかし人間の行動は表面から見えている通りではないのです。こちらの出方次第で相手も変わってきます。他人と接するときに、人間にはこんな面倒な心理もあると言ってたなぐらいは思い出してください。自分を守るためです。ちなみに他人の不幸を喜ぶ感情、シャーデンフロイデに関してまとめた動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。